はい、毎度どうも、ひうちまるでございます。こんにちは。今回は UL736 ソーラーウィンドウを使っていきたいと思います。銃の感じはこんな感じです。青色の下地にね、黄色のラインが入ってて、赤のラインが差し色で入ってるっていう感じでね、なんか某ロボットアニメとかに出てきそうな銃だな。でもってカスタムはこちら。命中率、射程距離、操作性を上げて機動性を下げるっていうようなカスタムになっています。まあ拡張バレルと60ラウンドの弾薬で機動性が下がってるけども、ストックの RTC ステディストックと流状グリップと拡張バレルで命中率、射程距離、操作性をまあ引き上げてるって感じですね。まあ、このカスタムなら自分が使ってるカスタムに結構近いんで、まあ、打ちにくいっちゅうことは多分ないとは思うんですけども、まあ、ソーラーウィンドウのねカスタムはこれなんで、このままのカスタムでいってみたいと思います。今回はチームメイトのピロと一緒に戦っていこうと思います。レッツラッゴー。はい、場所はオアシス、行ってみようぜということでね、自分は真ん中の方からねちょっと行ってみたいと思います。ほんでもってここから真ん中の方のこの階段の広場のとこに来る人を撃てればいいか。ん、向こうの建物の中にいるなね。あ、当たったけど一発しか当たらずだな。まあこっち来るでしょ多分、何人かは。あ、来てますね。はい、倒して敵は取ったぞ。でもって倒して、わお、やられた。リロードでもってまだ来るでしょ。まだ来るんじゃないかな。もうなんかどんどんやられてるし。はい、倒してヘッドショット。まだ来るかな。でもピロがそっちにいるからちょっと前進しましょうか。わあ、ちょっとここはピロ落ちにくいか。はい、撃っとくわ。ほんでもってここに陣取って、さあ来るかな。結構中距離長距離とかもね、 UL だったら撃ちやすいんでね。はい、いけるか。はい、倒して、んでもって、わあ、味方が前に行ってるね。ピロは後ろにいるのかな、まだ。あれ、どっか行ってるね、ピロ。どっち行ったんだろう。向こう回ったのかな。はい、倒して、ん、左に来てるね。足音してるね。はい、倒して、んでもって向こう回ったかな。こっちから来てるのか。あ、トリップ前にやられちゃった気づいてなかったよ。ん、いたよね。あ、なんで腰ダメで撃った。はい、倒して、あ、危ねえ。ボムもろ踏むとこだったよね。危なかった。でもってリロード。さあ行きましょう。しかしまあ結構こう見ると派手な銃だなん、こっち来てない。あ、後ろもいる。え、なんだよ、後ろにいるか。こっちにいないかい。はい、倒して、で、らくバンバカ言ってるな。はい、倒して、でもってリロード。あれ、ピロどこ行ったんだあいつ。マップの、あ、ここの小屋に入ってんのか。オッケーオッケー、小屋から撃ってんだな。 UL736 だからね、ピロもね。さあ、おっとおっと、外しちゃった。あ、来ましたね、こっちに。はい、倒して、あ、まだ一人いたね。向こう行っちゃったかな。あれ、来ない？全然来る気配ない。ああ、行き過ぎちゃったよ。あ、こっち来た。はい、倒して、倒して。んで、持って、弾だけいただいて、うわ、マーティーどもにまたやられるとこだったよ。ほんで、持って、ここに隠れといて。あれ？来ないね。犬は行ってくれたね。よし、オッケー。倒して。はい、弾だけいただいて、もうセントリーガンをここに置ければ、もうここのね、真ん中は通りにくくなるんで、あとはどっちかから来るんじゃないかな。どうだろう、真ん中攻めてくるかな。あ、ピロもそこにいるね。あ、やべ。ん、ピロやってくれた？オッケー、ナイス。あ、犬が来てるね。あ、やべ、ピロは犬にやられた。多分犬来るでしょ。はい、オッケー。んでもって、ん？こっち来てない？あれ？いなかった今。なんか足音したんだけどな。あ、犬また来てる。何匹犬出すんだよ、敵。結構、あ、犬倒した。あ、ラジコンにやられたよ。うわー、ラジコンやられた上に2人来ちゃちょっと無理だな。こら仕方ない。お返ししとこう。はい、爆弾投下。クラスター落としときましょう。
んーで、まあちょっとリスの方に落としすぎたかな。もうちょっとこっちに落としはよかったね。あの広場あたりに落とさないと無敵がね、切れないんでね。そのまますり抜けられちゃう。なんだい？倒したかい？オッケーオッケー。おお、これはエネミーじゃねえよ。んで持ってリロード。ん？こっちで戦ってる？オッケー、倒して。んで、あ、まだパン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 って言ってる。ん？ヒロは撃たれたぞ。どこだ？いないね。あれ？ヒロどっから撃たれた？あ、そこにいるね。はい、やっつけて。もういないかい？さっき二人いてやっつけられたからね、ラジコの時ね。もう一人だと思わないようにしないと。ん？なんかグレネード掘ってきたぞ。まだいるんじゃねえのか？ちょっと待って。あ、やっぱいたぞ。これ CBR 4でしょ。違うかな？はい、リロード。んでもってスライドで出て。あ、いたね。はい、倒して。でもってちょっと戻ってみましょうか。あ、足音してるね。向こうの道にいるね。あ、いた。あ、避けられたよ。うわ、待ち伏せしてやがった。オッケー、倒して、勝利 !50-38GG! MVP いただきました。ありがとうございます。いや、やっぱり、この銃は、カスタムが自分の作ったやつに似てたんで、撃ちやすかったってのが良かったんじゃないかな。はい、レートは自分が90、ピロのレートが75でした。どうもありがとうございました。いや、やっぱり自分のカスタムに近かったから打ちやすかったのかな。あ、いいね入れとかないとね、ピロにね。はい、ピロもいいねくれました。んで相手の方にもいいねを入れて、戦績の方を見ていきましょう。どうかな。26キル2です、2アシスト。ピロが15キル4です、1アシストでした。まあ、今回はセントリーガンあそこに置けたから結構倒せたっていうのと、やっぱり自分のね、好きなカスタムに近かったっていうのが良かったんでしょうね。はい、今回もね、チームメイトのピロと一緒に戦っていきましたけども、どうだったでしょうか。UL736 ソーラーウィンド使っていきましたけども、これはね、ストアで誰でも買える無課金銃です。2万クレジットでね、うん、本当もうみんながね、手にできる銃なんで、もしね、UL736 が好きで使っている方がいらっしゃったらね、ぜひね、ストアの方でゲットして使ってみてください。あと、カスタムの方なんですけども、1個余ってるところに、レッドドットサイトをつければ、もう十分このカスタムでもいけるんじゃないかなとは思うんですけどね。ただまあ、なんていうのかな、走る速度とかがもうちょっと速い方がいいなっていう人がいたら、そうだな、まあ、ストックとかをつけ直すのもいいかなってとこですね。あとバレルかね。うん。まあ、その辺がちょっと重くしてるだろうから、弾数はまあ60あった方がいいかなと思うんですよ。まあ、30でもいいんですけど、アサルトライフルに慣れてる人だったら、まあ、そっちでもまあ問題ないかなっていうような感じですね。まあこのね UL736 のね、今ねまたバレルのねやつが来てるらしいんですよ、イベントがね。またそれもねちょっとやってみてね、ぜひバレルをゲットしてね使ってみたいんでね、頑張ってみたいと思います。ではまた次回を待て。